さあ行きましょう。その前に次の DJ を紹介しましょう。そうですね、マイケル君。次の DJ を紹介しましょう。 DJ は Red Blood、 DJ Red Blood Running。それでは呼び込みましょう。1回戦第3試合です。先行はこの MC、 木更津のジャック・ザ・リーパー、千葉代表ジャック GX。 イエ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 イ。続きまして高校はこの MC、 噛みついたら離さない猛犬ラッパー、ラッ神奈川代表バラエグエシモク。まずはビートを聞きます。 DJ レッドブラッド。ナイス DJ。 1回戦第3試合、先攻ジャック GX、 高校バラ、yeah. AKA 芝健、yeah. DJ は Red Blood、 DJ Red Blood Run it。 こんなにてめえと早くやれるとはな、1ヶ月間てめえぶちのめすことしか考えてなかったよ。こっち取れ、なんだよその顔、余裕ばっかこいてや。どうしたその髪型もなんか決めてきて、何ブレーズでも活かしてないフレーズ、おめえの天狗の鼻へし折るどころかボルデモートみてえにしてやれ。お前一個言っとくけどよ、ここ普通のバトルイベントじゃない UMP だぜ。お前俺に勝つために今日ここに来たんだ。俺は地元一番にするために来たんだよ。お前勘違いすんなこの野郎、バトルがしてえなら戦国とか凱旋とかでやっとけよ。ブレーズがフレーズがって言ったけど、俺さっき一言もまだ喋ってないよ。別に喋ってない、言葉がない状態でもゼロから1、それを作り出すのがラッパ。分かってねえのはてめえの方だな。いや、お前のスタイル体にぶっちゃけ泥塗ってんの気づいた方がいいよ。お前のスタイルマジ鼻で笑えるぐらいクソだせえからええ。俺がどう神奈川に泥を塗ったかちゃんと説明してくれるかな。お前みたいな雑魚じゃドローにもならないし、俺に負けるだけだぜクソ出せ。お前ごときが偉そうに街がどうこう、じゃあ1ヶ月前の話お前にしてやるよ。曲出してないんだっけお前、どっちの方が街の看板に泥塗ってんだよ。いや、入ってました。自分の唯一勝てるところだけを出す、本当にラップフリースタイルっていうのはそいつの人間性がにじみ出るんだよ。てめえのそのこずいやり方で UMB 今日取れって思ってんのかてめえ。次はなんだよエミネム風、年に一度聞いてやるエブリルフール。残念、お前それ俺の街のレジェンドの言葉だから。なんで千葉代表のお前が神奈川の言葉使ってんの、もしかして神奈川に食らっちゃったお前。自分の地元の名前と自分の地元のラッパーの言葉使えよ。じゃあ俺のレジェンドの言葉使ってやるぜ。どの口が何言うかが関心。いや、別に神奈川に食らってる、それは俺は否定しない。めちゃくちゃかっけえ先輩たちがいる、俺は最初にマッチョに食らった、それは絶対に嘘つかねえ。俺はこの場所で膝もつくことはねえんだ、てめえと俺真正面に向き合ってぶっ殺しに来てんだよ。真正面からぶつかったって俺はお前に何にも食らわねえ。いえ、お前がどんだけやったとしても俺にしか吹かない不思議な風。俺はこの街をあげるためにもう一度戻ってきたんだ、眠れねえ夜の怖い方、そいつを覚えて看板輝かしに来たんだ。終了。イエーイ、ナイスバトル。決めますかマイケル君。いえいえ。1回戦第3試合です。まずはみんなの声いきます。先攻ジャック GX、 続いて高校バラ AK 芝君。まずはバラエ系柴犬。 OK、 それではジャッジの方に行きたいと思います。 Ready! ジャッジ。
勝者バラ AK 芝くん、ジャック GX にも大きな大きな拍手。もう一度大きな拍手。イエイエイ、お疲れ様でした。はい、ということで、本戦出場今回で初めて、初めて、はい、なるほど。今回初出場の人が多かったからね、初めての UMB の本戦のステージはどうでしたか？まあ、やっぱ普段と違って本当やっぱ会場も大きいところで、まあやっぱ緊張するかなと思ったんですけど、まあでも意外と楽しめてやれたかなっていうのはあります。延長になって惜しかったよね。そうですね、うん、ちょっとでも空回りしちゃったかなっていう、ちょっとあのエミネムの下りで持っていかれたかなっていう。ああはい、ね、そうですね。まあまあまあね、あのバラもうまいからね。そうですね、まあでもあのこの初めて決勝の舞台に来るにあたって、はい、やっぱ MC バトルでサイファーとかもたくさんしたと思うんだけど、はい、その MC バトル以外にその楽曲制作だったりとか、はい、何か他にやってた活動とかってあったんですか？まあ、地元の仲間とかとも曲を作ってて、うん、まあ、今も、まあ、最初の EP 作ろうってなってて今作ってるところで、うん、今なんかすでに出てる曲はまだしっかりちゃんとは出せてないんで、まあ、まだライブだけしかやれてないんで、うん、まあ、でもこの DVD が出る頃には出します。その出てる、はい、出します。なんで検索したら出てくるのかな。まあ、タイトルとかもいまいちゃんと決まってないですけど、うん、とりあえずジャック GX、 ジャック GX、 ジャック GX はあのスペルはどうやって検索したらいいの？ジャグジー、ジャグジーじゃないね。普通にジャックはあのスペードとジャックのジャック、 ジャックでハイフン入って、はい、普通に G と X、 G、 ギャングの G、 D、はい、X、 あ、やっぱ一番最初にヒップホップからだったのが、うん、まあまあ、GDX。 あ、なるほど。シュウさん。そうです。シュウさん、はい、いいね。そんな人今の時代めったにいないよ。いや、なんか本当にいいね。そうですね、なんかライブ。じゃあやっぱり横浜にやられてたっていうのは嘘じゃなかったんだね。かなりやられてます ね、 ね、だからちょっとそれで言われちゃって、ね、本当に、まあ、本当だからまあそこは否定はしないし、うん、ね、いやいや、むしろお前より横浜リスペクトしてるからっつって。そうですね。まあ、うん、まあ、そこまでね、試合終わってからそう言うとね、もう後から何もでも言えるからね。まあ、そうです。まあ、その時にそれが言えなかった、まあ、あのね、ジャックの今日は負けというね。負けの、そうですね。はい、まあ、今の気持ちで、多分来年も地元で同じ予選が行われると思うんですが、はい、来年はどうしますか？いや、来年はもちろん出て、また取って戻ってきます。戻ってくる、はい、じゃあ戻ってきても、ここには戻ってこないでね。絶対戻ってこないですね。はい、うん、一番最後にインタビュー。はい、うん、もうそれだけです。とりあえずジャックで、ハイフンギャングの G に、トコナ X の X、 はい、ジャック GX チェックしてください。よろしくお願いします。ヤマン、ありがとうございました。ありがとうございました。